すごい昭和ですかね。ここ昔なんかいろいろあったんですか？なんかここです。これはちょっとなんかドライブインみたいな感じの黒井山グリーンパークっていうところに来ました。この岡山ブルーラインの中にあるやつなんですけど、ちょっと行ってみます。まあなんか市場直売所やってないですね。みかん狩り、すごいディープな、3月28日日曜日をもちまして今シーズンの営業終了します。まあ、牡蠣の専門のね市場ということですね。お手洗い、道の駅ですね。ちょっと音楽が、ちょっとねこの言いましょうか、こんにちは。これなんかアトラクションみたいなのあるんですかね。いや、こっちはないです。あ、ないですか。なんか向こう松の方があの公園、ウィーテス公園があります。あ、向こうですかね。はい、ここ昔なんかいろいろあったんですか。なんかと。ああ、なるほど。わかりました。ちょっとブラブラしますね。はい、ちょっとなんか昔はなんか結構いろいろ流行ってたみたいですけど、あ、こういう感じね、ステージがあって、
なんかすごい昭和アンパンマンショーとかね、あのヒーローものが来てという。暑っ。ちびっこプールなんてあるんだ。うん、なんかちょっと探検、お弁当食べたりするのは楽しいかもね。まあバーベキューしたらダメですけど、ここで道の駅で買ったものをね食べたり。こっちかな。ちびっこプール。子供500円、大人600円。よいしょ。まあ、当然やってないですよね。ああ。絶対楽しいやつだ。で、ここ瀬戸内市になるんですよね。まあ、瀬戸内市も結構広いですもんね。牛窓あったりとか、まあ文化施設、まあお寺とかね、島巡りできたりとか、まあ角井島とか、あでも角井島は備前になるのかな。入ってないですね。そうですね。まあ、高島っていうのがあるんですけど、まあ、ここペンション村で船で行けるんですけど、すごい面白い場所ですよ。はい。でちょっと戻ろうかな。ちょっとね気になるスポット、アンパンマンの、でね、まあ、一番今日の見せ所っていうのは、まあ、ここがレトロ、まあ、ゲームセンターいうかいうことなんですよね。まあ、小規模ですけど、ここです。うわ懐かしい。え、これは？お、うわあったねこれ。昔。ランディングギア。うわすごい年季が。ね。で、これも古いなまた。レバーが。ね。おぉ、スーパーボール。あ、まだ入ってる。これは、あ、すごっ。めっちゃディープな。はい。まあこんな感じでございます。はい、いうわけで今日はね、あのドライブイン
あ、道の駅か。道の駅でした。で、道の駅なんですけど、こうやってプレイランドっていうのがあって、まあちょっとね、あの子供さんお連れの方とか特にいいかもしれないです。あのちょっと遊んだりね、長旅でご苦労様っていうね時にこういうところでね、ストレス発散というかいいかなって思います。YouTube、Instagram 始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。